遥かな歩みは、高田三郎が作曲した女性合唱組曲。全編でピアノ伴奏を伴う。作詞は村上広子。1970年から翌年にかけて、それぞれ別の合唱団によって初演された3曲を組曲として再構成し、1972年に河合出版から出版された。 高田と村上のコンビによる合唱組曲は他に、ひなの春秋、マリアの歌があり、全三作のちょうど中間に位置する作品である。高田と村上は共にカトリックを信仰するものとして共通点がある。高田は村上との出会いをカトリック新聞の編集長の橋本さんという方が、新聞に迷子星を載せていますけど読んでいてくださいますか 電話がかかってきたんですが、その詩人が村上さんで、橋本さんからその詩集を送っていただいたのが村上さんと出会った最初です。お姉さんが亡くなられたのが大きな精神的出来事だったんですね。その詩が詩集の後の部分に入っていて、はじめの半分にひなの詩が20篇以上あるんです。女性の中でこれだけ腰の決まっている人はいないなと思いました。 センチメンタリズムが一切ないんです。とし、一方村上は、作曲していただきました二つの組曲、ひなの春秋と、はるかな歩みについては、私はこれらの詩が、高田先生の歌の翼に乗って、思いがけないほど多くの方々の心と声のある、ところに運ばれましたことを、いつも深く感謝しております。そしてこれらの歌は、も作者の私をはるかに越した、ものですので、 平凡な日常に心が緩んでいることに気づくとき、今どこかで誰かがこの歌を歌っていてくださるのだと思って襟を正す気持ちになり、私自身もまたこれらの歌にふさわしい人間になれますようにといつも祈っております。ライネル・マリア・リルケが手紙の中でその詩を書いた者自身はそれらの言葉のはるか後方にひっそりと取り残されているものだと書いていたのを思い出します。 と語る、全三曲である、清る星くし花の河合出版から出版されている、ありがとうございます。